今日のお題はクラウドファンディング通称クラファンだよ。クラウドファンディングね、なんか炎上のイメージが強いんだよね。でも実際は良い仕組みなんだよ。そうなの。詳しく説明していくね。クラファンは群衆のクラウドと資金調達のファンディングを組み合わせた造語だよ。多数の人が少額の資金を他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを意味しているんだ。どういうメリットがあるの？いくつかあるけ、誰でも手軽に挑戦できることや、金融機関で融資を断られた案件でも資金が確保できること、基本的に支援だから返済のリスクが低いことだね。なるほどね。逆に目標金額を達成できなかったり、達成できたとしてもかなり時間がかかるっていうデメリットもあるよ。一長一短だね。